ブリッテン V1000 ブリッテン V1000 とはニュージーランドのエンジニアジョン・ブリッテンが開発したオートバイである。マシンの設計上は1989から1991年型と1992年型以降の2つに分けられる。ジョンは最終的に1992年型のマシンを作成するまでいくつかのプロトタイプを製作している。本記事では それらについても簡単に解説する。広く知られるのは1992年型以降のマシンで従来のオートバイとは一線を画した得意な外観やサスペンション周りの機構構造材としての炭素繊維ケブラーの多様などが特徴であるがエンジンを含むほぼ全ての部品を自作している点も特筆すべきである。このモデルのマシンは1994年に デートナバイクウィークで行われたバトルオブザツインズで勝利したほか出場したレースでは敵なしの強さを見せたブリッテン V1000 はフィムのオートバイ 1000cc 以下カテゴリーにおける世界記録を1994年に4つ更新しているエアロディゼロは1985年にジョンが初めて空力特性を意識して製作したマシンである元々の名前はエアロディ1であったが 後に今エアロディ1と呼ばれるマシンを製作した後、エアロディ0へ改名された。エンジンは15度傾斜させたドゥカティ製、ガソリンエンジン。フレームはスチール製の格子状。サスペンションはフロントへはジェリアー2製のフォークを、リアへはコニ製のショックユニットを使用。カウルはポリスチレンで型取りして作成した炭素繊維製フルカウルでライダーの体にフィットするようデザインされた形状と、 前輪の上部まで突き出たフロントカウル、ハンドル部を大きく折ったフェアリングが外観上の特徴。ただし、このハンドル部のフェアリングは高速走行中に予きしないリーンの原因となることがあったので、速度記録に挑戦する場合は取り外されたという。カラーリングはオレンジがかった赤で、両サイドに銀色のラインがある。最高速度はベアーズのスピードトライアルにて、 時速 247.8km を記録している。当初は行動を走られるように、ライトや方向指示器などが搭載されていた。エアロ D-1 は、ジョンが1987年に、エアロディゼロの次に製作したマシンである。外観上は、エアロ D-1 と類似しているが、炭素繊に、ケブラー製の一体成型カウルとなった。カラーリングは、上部がオレンジがかった赤で、両サイドに、 銀色のラインがあり、マシン下部は緑である。エンジンには、当初は、ドゥカティ製のものを検討していたが、電子製レース用空冷 DOHC エンジンを2つ、つなげ、999cc の60度、V ツインエンジンとして使用。このエンジンは、アルコール系燃料を使用するため、国際レースには出場できなかった。これが後年、ブリッテン V1000 にてエンジンを1から作る理由の、 一つともなった。エンジンをストレスメンバーとして使用し始めたが、まだ後年製造したマシンのようにフルストレスメンバーとしてではなかった。アルミニウム製のスイングアームはエンジンに直接取り付けられ、ショックユニットはエンジンの下にあった。サスペンションはフロントリアどもにホワイトパワー製を使用。ホイールはマービックのマグネシウム製である。最高速度は1987年に ベアーズのスピードトライアルにて時速 238.5km を記録している。なお、ジョンがテスト走行を行った際にクラッシュさせてしまい、また自身も同時に大怪我をしてしまったため、それ以来オートバイに乗ることから離れるきっかけとなってしまったマシンでもある。ちなみにアランカスカートもこのマシンでクラッシュし、病院でジョンと鉢合わせしたという。ジョンが すべての設計と製造を行ったマシンである。このマシンの開発期間は非常に短く、デート内への出場を決めた1988年6月に開発を始め、翌年1989年3月には出場できる状態になっていたというので、実質半年ほどである。ジョンは1991年までこのマシンへ改良を加えながらレースに参戦し続け、最終的には デートなで、最高2位を記録するまでになった。車両解説エンジンは、ジョン自らが設計、製作した、電子制御式燃料噴射の 999.3cc 水冷4ストローク60度、V ツインエンジンである。カム駆動方式はコグドベルト。ジョンが、それまで使用していた、ルカティや電子製のエンジンが彼にとっては納得いく、ものではなかったことが、製作の動機である。 シャシーの一部として使用されるため、非常に堅固になる、要設計、製造されている。その強度を得るため、エンジンの分割ラインは2箇所のみである。信頼性も非常に高く、エンジンを製作してから数年使用したがコグドベルトが1回、切れた他は全くトラブルがなく、また、エンジン内部にも手を入れる必要がなかったという。バンク角が60度なのは、 マシンの荷重バランスからエンジンをコンパクトにすることが要求されたためである。このエンジンのコンパクトさは横置きブイツインエンジンとしたことが貢献している。コンパクト化のための努力は重量 55kg という数字に現れている。コンピュータが搭載され燃料噴射、燃料供給タイミングのマッピング設定を行えたり、走行時の各種状態を記録できる。 その記録は走行後の分析に使用される。また、燃料と空気の混合費をライダーが走行中に変えられる。ラジエータは、エンジンの斜め前、フロントフォークの後ろに当たる位置に、二つに分けられて、フレームからぶら下がっている。フレームとしては、炭素繊維製の箱状の部品が、エンジン上部に取り付けられているだけである。このフレームにフロントサスペンションカウル。 燃料タンクシートラジエーター等が取り付けられる。マシンの強度メンバーはエンジンが中心であるので、フレームにエンジンを乗せるというよりも、エンジンにフレームを取り付けていると表現する方が近い。リアスイングアームは、フレームではなく、エンジンに直接取り付けられている。なお、これらの構造は、ホンダのピボットレスフレームと類似している。このように特徴的な構造であるが、 外観としては普通のフルカウルである。カウルのデザインやカラーリングはニュージーランドを強く意識したものとなっている。なお、このカラーリングは以後のマシンにも引き継がれた。フロントサスペンションはホワイトパワー製の倒立式テレスコピックフォークである。ここには特に目立つ点はないが、1992年型では大きく様変わりすることになる。リアサスペンションは一般的なスイングアーム式。 モノショックであるが、ショックユニットはエンジン前方に配置されている。スイングアームから伸びと長いアームがエンジン下部を通り、リンク機構を経て、ショックユニットを下向きに押す。この方式の利点としては、路面の状態がライダーに伝わりやすいことなどとされる。革新的な設計思想に基づく外観と構造。そして、何よりその高い性能により、世界にブリッテンの名を轟かせたモデル。 ジョンに国際レースでの初勝利をもたらしたマシンである。少数の部品を除き、すべて自家製である。部品製作の様子は、手作りと呼ぶにふさわしいもので、ビデオ、ワンマンズドリームザブリテンバイクストーリーで見ることが、できる。マシンが比較的軽量であることと、全体的な重量バランス及び高出力なエンジンのためか、ストレートでの加速やコーナーの立ち上がりでウィリーする。 姿がよく見られた。しかし、それでも他のマシンを楽々と抜き去ることができていたようで、マシンの基礎性能の高さを見せている。このマシンのライダーとしては、ニュージーランドのアンドリュー・ストラウドが有名である。デートナでの初勝利となった1994年のバトル・オブ・ザ・ツインズでも、彼が乗車している。5バルブバージョンのエンジンや、一般向けバージョンのマシンも計画されていたようだが、 1995年のジョンの死によりそれらの計画は中断されてしまった。エンジン、編集エンジンは1991年型以前と同様にジョンが設計、製造した電子制御式燃料噴射の水冷60度 V ツインエンジンで 985cc150 馬力となっている。違うレースカテゴリーに出場するための 1100cc エンジンも製作されており、 それを搭載したマシンはブリッテン V1100 と呼ばれる。1991年型以前のエンジンからさらに小型化されており、エンジンの幅はリアタイヤの幅よりも小さいほどである。エンジン幅が小さいことは全面投影面積の減少につながり、このマシンの空力設計上重要である。カムの駆動方法は1991年型以前と同様にコグドベルトであるが、 このモデルではアンダーカウルがないため炭素繊維、ケブラー製のベルトケースで覆われている。このケースはエンジンの外観上の特徴にもなっている。ラジエーターの配置場所はシート下に変更された。冷却水タンクはシート後ろのカウル内にある。フロントカウルから送られた空気が燃料タンクの脇を通りシート下に流れるようになっている。ラジエーター部分は周囲に比べ不圧になっているので、 空気の吸入効果が高く、さらにラジエーターがエンジンの前にないので、エンジンの輻射熱の影響を受けない。それらの効果により、1991年型以前のものよりも冷却性能がはるかに高いとされる。排気周りはエンジンに絡みつくかのごとく複雑に曲がりくねったエキゾーストパイプが特徴的である。エキゾーストパイプのカラーリングは、 カウルと同様の青でありそれもまた特徴的だったが、その一方クロック塗装されあまり目立たない個体もある。マフラーについては、初期のマシンでは非常に短くかつ一本出しであったが、後に騒音対策のためか他のバイクと同様の全長が長いタイプや、さらに二本出しマフラーに変更されている。シャシー、編集全体的な構成は1991年が大前と同様である。 ただし、ハーフカウルになりそれと同時に、カウルの形状が大変更されたのと、上述の通りラジエータの位置が異なるのが目立つ。このマシンを試乗したアランカスカートは、このマシンは空気を押しのけるのではなく、切り裂くと表現し、既存のマシンとの違いを説明している。ハーフカウルへの変更は、スリムなエンジン幅による小さい全面投影面積が、 フルカウルによる整流効果よりも有利だと判断されたためである。なお、初期のモデルでは、クランクボックス横に小型のカウルがあるが、あまり意味がないと判断されたのか。後のモデルでは、削除されている。フロントノーズの形状は、いわゆるシャークノーズで、エンジン吸気用及びラジエーター用のラムエアインテークがある。シート後ろのカウルは、次第に細くなっていく、特徴的な形状であるが、 これはスリップストリームの制御に効果があるとされ、ジョンはそれをこのマシンの空力設計上最も優れた点であると述べている。サスペンション、編集フロントサスペンション周りは独特である。これは現在 BMW のオートバイ等に採用されているデュオレバーに近い。基本的にはダブルウィッシュボーン式ガーダーフォークで、フロントフォークは上下2つのエアアームを開始。 フレームへ連結されている。ショックユニットは下 A アームに支点があり、フレームに上端がつながる。A アームとフロントフォークはピロボールで連結されており、操打時はそれを軸にフロントフォークのみを左右に振る形になる。ハンドルからの操打力はパンタグラフ上のレバーにより、フォークに伝えられる。この方式の利点としては、ブレーキ時にノーズダイブを起こしにくいことや、 路面への追従性が高いことなどとされる。また、上下 A アームはそれぞれ独立して前後できるため、キャスター角をある程度自由に設定できる。リアサスペンションは、ショックユニットのメーカーが変更されてはいるが、1991年が大前と同様の仕組みである。その他、編集フロントホイールリアホイールともに炭素繊維によるブリッテン性である。メーター類はシンプルで、 アナログ式のタコメーターとデジタル式の水温計、警告等程度である。だが、初期のモデルではさらに極端で、油圧と水温の警告用ランプの他には、シフトアップのタイミングを伝える緑と赤のランプのみだったものもある。その場合、緑ランプの点灯は、パワーバンドへの突入を表し、赤ランプの点灯は、シフトアップのタイミングを表していた。ベビーブリテンと呼ばれるダイキャスト製の1。 十二スケールの模型がブリテンモーターサイクルカンパニーから販売されている雑貨製造販売業者のザ・リアル・マッコイズが日本国内への量産車のデリバリーを計画したが同社の経営状況の悪化とジョンの死去により実現はしなかった。以下はブリテンモーターサイクルカンパニーのウェブサイト及びバイカーズステーション19988ナンバー 131P58 の記述から 作成エンジン形式、4サイクル水冷60度、V 型クランク横置きに気筒 DOHC4、バルブカム駆動方式、国土ベルト排気量、998.7、CC ボアストローク、98.965.0mm 最高出力、166、HP、11800rpm 最大、回転数、12500rpm 圧縮比、11.3、 一バルブ系、入力 40mm 出力 33mm、気化機械器、電子制御式燃料噴射潤滑方式、ウェットサンプその他、コンロットやバルブは、チタン製、ピストンは、フラットトップ。出力伝達系クラッチ形式、乾式多板、コイルスプリングワイヤ作動変速機、5段リターン、左足動変速比、1速2.50、2速1.77、 三速1.38、四速1.13、五速0.96、減速比、一時1.97、二時2.44、シ,ャシーフレーム形式、シングルスパインチューブ、サスペンデッドエンジンフロントサスペンション、ガーダーリアサスペンション、スイングアームモノショックショックユニット、オーリンズ製、フロントブレーキ、直径 320mm フローティングブレンボ製、一系四ピストンリアブレーキ、 直径 210mm ソリッドブレンボ製2、ピストンフロントホイール、3.5017インチリアホイール、6.0017インチその他、トップシャシー、ガーダー、スイングアームはすべて炭素セにケブラー複合性寸法、溶石、重量ホイールベース、1420mm 車重、138kg、キャスター、トレール、可変式燃料タンク容量、 24リットルその他、最高速度、時速303キロメートル以下は、ブリテンモーターサイクルカンパニーのウェブサイトの記述より、作成し、基本的に、国際レースの未記述、ニュージーランド等の国内レースでは、ほとんど1位あるいは2位である。1990年 USA バトルオブザツインズ、デートナ、サードフィーフス1991年 USA バトルオブザツインズデートナ、 セカンド1992年に u s a バトルオブザツインズラウンド1、デートナ、リタイアラウンド2、レグーナセカ、セカンドバトルオブザツインズアッセン、ファースト1995年ヨーロピアンプロツインズ、アッセン、ファーストベアーズワールドチャンピオンシップラウンド1、デートナ、ファーストラウンド2、モンザ、セカンドラウンド3、セラクストン、ファーストラウンド4、ゼルウェグ、ファーストラウンド5、 ブランズ8、ファーストラウンド6、アッセン、ファーストバトルオブザツインズデートナ、セカンドサード1996年ベアーズ、ワールドチャンピオンシップラウンド1、デートナ、ファーストラウンド5、アッセン、ファーストアーマ、バトルオブザツインズデートナ、ファースト1997年アーマ、バトルオブザツインズ、オープンレース1、ミット・オハイオ、ファーストレース2、ミッドハイオ、 ファーストアーマーサウンドオブサンダーレース1ミット・オハイオファーストレース2ミット・オハイオファーストサウンド・オブ・サンダーワールドシリーズラウンド1デートナーファーストセカンド・アーマーバトル・オブ・ザ・ツインズ・デートナーファースト1998年ジャパンバトル・オブ・ザ・ツインズ・ラウンド十六つくばジャパンホース・アーマーサウンド・オブ・サンダーデートナーファースト1999年マーチ九9 9 サウンド・オブ・サンダー・デートナ、ファースト以下の記述は、書籍、ブリテン・モーター・サイケルズ、ザ・ジョン・ブリテン・ストーリーの記述から作成。ただし、書籍出版時の情報であるので、現時点でも正しいという保証はないので注意。1カーディナル・ブリテン、カーディナル・ネットワークスのジル・シンプソンと、ブリテン・モーター・サイクル・カンパニーにより、共同所有されている。ニュージーランド国立博物館でパパ・トンガレワが、 所有している。四つの陸上速度世界記録を打ち立てたマシン。ニュージーランドグランプリで勝利した、初のニュージーランド製マシンでもある。サンイタリア、ミラノのロベルト・クレパルディが所有している。黒いカラーリングである。最も多く、レースに参戦したマシンで、長年にわたりブリッテンチームが、レースに出場させられる、唯一のマシンでもあった。マンシマ、TT で唯一完走したブリッテンである。 4アメリカ、マサチューセッツのジムハンターが所有している。デートナのサウンド・オブ・サンダーとバトル・オブ・ザ・ツインズで勝利したマシン。5アメリカ、ミシガンのドクター・マーク・シュチュワートが所有している。マンシマ、TT で最初に走ったブリテンのうちの1台である。デモンストレーションやレースに参加したりすることもある。6オークランドのケビン・グラントが所有している。最初に作られたブリテンのうちの1台である。 7アメリカのジョージ・バーバーが所有している。アラバマ、バーミングハムのバーバービンテージモーターサイクル、ミュージアムにて展示されている。8アメリカ、カリフォルニアのマイケル・カネパが所有している。ハーレクイングリーンと紫のカラーリングとなっている。旧南アフリカのゲイリー・ターナーが所有している。日本でのレースに参加した唯一のブリッテンである。カラーリングは銀とかねであるが、 他と同じように青とピンクの写真もある。銃アメリカ、ラスベガスのマイケルアイニクシライが所有している。テスト走行をしただけで、レースに参戦しておらず、ガラスケースの中に保存されている。ありがとうございます。